ジル・クレイバスは、アメリカ・カリフォルニア州ハンティントンビーチ出身の女子、プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス5勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス39位、ダブルス41位。身長160センチメートル、体重56キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。クレイバスは、 フロリダ大学在籍時に NCWA 女子テニスシングルスチャンピオンとなり1996年にプロ入りした。その年の全米オープンに学生チャンピオンとして主催者推薦で出場したもののプロ転校後は長期間の下積み生活が続いた。そんな彼女が最初に脚光を浴びたのが2002年のジャパンオープンであった。この大会にノーシードで出場した。 クレーバスは決勝でシルビアタラヤオニから6、6から4、6から4のフルセットで下し、自身初の WTA ツアー優勝を遂げる。この年から世界ランキング100位内に定着するようになったクレーバスは翌2003年からダブルスの試合にも意欲的に参戦するようになり、ディーゼル・フーバーと組んで出場した同年3月のスペイン・マドリード大会決勝で、 リタグランデアンジェリク・ウィジャヤ組を6から4、7から6のスコアで下し、ダブルス初優勝を遂げる。2004年の全仏オープン女子ダブルスで、クレーバスは、マルレーネ・ワインガルトナーと組んでベスト8に進出した。同年8月のシンシナティ大会でも、ワインガルトナーと組んで、出場、決勝で、エマヌエル・ガリアルディアンアンナ・レナ・グローネフェルト組を7から5、 7から6のストレートで下し、女子ツアーのダブルス2勝目を獲得。2008年は、オリガ・ゴボツワーと組出場した5月の、トルコ・イスタンブール大会決勝で、マリーナ・エラコビッチポローナ・ヘルツォグ組を6から1、6から2のスコアで下し、クレーバスは4年ぶりのダブルス優勝を果たすと、マリーナ・エラコビッチと組んで出場した10月の、ジャパンオープンでも、 決勝で中村愛子森田歩み組を4から6、7から5、10から6のスーパータイブレイクで下し年間2勝目を挙げた。この年は他にもミハイラ・クライチェクと組んで出場した4月のチェコプラハ大会、タマリネ・タナスガーンと組んで出場したカナダ・ケベックシティ大会でもそれぞれ準優勝の好成績を残し、これらの活躍により同年6月には ダブルスランク自己最高の41位を記録するなど、クレイバスのダブルスキャリアにおいて最高の年となった。34歳で五輪初代表になり、8月の北京五輪シングルスに出場し、1回戦でパティシュナイダーに3から6、2から6で敗れている。4大大会シングルスでは、現時点では2005年ウィンブルドンの4回戦進出が最高成績である。 ノーシードで出場した、この大会の2回戦で、第29シードのマリオンバルトリを6から1、6から4のストレートで、3回戦で当時、世界ランキング4位、2004年ウィンブルドン、準優勝者のセリーナ・ウィリアムズを6から3、7から6のストレートでそれぞれ下すバンクルわせを演じたが、4回戦で、セリーナの姉。 ビーナス・ウィリアムズに0から6、2から6のストレートで敗退した。クレイバスは2000年全米オープンから4大大会のシングルスに連続出場を続けてきたが、2012年全豪オープンの予選2回戦で敗退し45大会連続でストップした。クレイバスは2013年全米オープン女子ダブルス2回戦敗退を、最後に39歳で現役を引退した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。